世界一面白いアクション RPG 制作実況。今回はですね、戦闘に関して大きな実装をいくつか加えたので皆さんに共有しておきたいと思います。まず一つ目がですね、敵のキャラクター、敵 AI がですね、何らかのアクション中でもこちらの攻撃を見てからね、行動をキャンセルしてガードに移行してくるようになりました。このゲームはですね、ガードの方法っていうのが2種類ありまして、まず1つ目がスタンスモード中のオートガード機能ですね。これに関しては詳しく説明している動画を上げているので、そちらのリンクを概要欄に貼っておきます。もう1つがですね、 L1 ボタンを押すことによって、まあ普通のゲームとかでよくあるようなね、自分で任意にガードを発動していくようなガードです。今回話題になるのはこちらのガードになりますね。このガードをですね、例えば攻撃モーションの途中とかで押してあげることによって、攻撃をキャンセルしてね、ガードに移行することができますと。こういう切り上げのモーションなんですけれども、攻撃判定が出る前までであればキャンセルできるように設定してあるので、こんな感じで攻撃のアクションをキャンセルすることができますと。フェイントとかにも使える要素ではあるんですけど、今回はね、敵の AI がこのキャンセルをね、使ってくるようになりました。では実際に戦いながら見ていってみましょうか。一言で言うなら、単純に敵のガードがめちゃくちゃ硬くなったっていう、ただそれだけのことなんですけど、注意して見ていただければ、攻撃の予備動作をね、キャンセルしてガードしてきてるっていうことがお分かりいただけるかなと思います。もう一つ踏み込んだ話をしておくとですね、このガード自体もステップだったりとか、もしくは攻撃でキャンセルすることができるようになっているので、例えばなんですけれども、攻撃モーションをガードでキャンセルからさらにサイドステップでキャンセルだったりとか、ガードでキャンセルから攻撃でさらにキャンセルみたいな手くい動きもできます。で、そのガードでキャンセルした動きの後ですね、どういった行動を選択するかは、もうそれもね、 AI に委ねられてはいるんですけれども、例えばね、もしサイドステップとかを選択してくれた場合は、プレイヤーのね、攻撃を見てからキャンセルしてサイドステップでかわしてきたみたいな感じになってくるので、まあ、それはそれでね、テクい行動を AI がしてきてくれるっていうことで、副次的な成果にはなるんですが、まあ、そういったところもね、良かったかなと思います。先ほどからですね、プレイヤーの攻撃を見てから敵 AI が、モーションをキャンセルしてガードしてくるっていうね、話をしているんですけれども、そういうプレイヤーの入力を見てから敵キャラクターが、ね、超速反応してくるっていう要素って結構いろんなゲームであったりしますよね。例えばダクソ無印の焚き火の王グビン、あいつが、まあ、プレイヤーのエストビン仕様をね、見てからすぐ攻撃でね、潰してきたりっていう、まあ、仕組みがね、実装されてたんですけれども、まあ、そういうプレイヤーの入力を見てからCPU が超速反応してくる、こういう要素って結構プレイヤーからするとわりかし不評が多かったりしますよね。実際僕のゲームではそういう実装をどのようにやってるのかっていう話なんですけれども、まあ、敵の AI がですね、プレイヤーが R1 ボタンを押しましたっていうことをね、認識させることは別に可能なんですけれども、あえてそういうのはやってなくて、R1 の入力ではなくて、しっかりこのプレイヤーの攻撃モーションを見てから対応しているっていうような作りにしています。では AI がですね、モーションを見てから反応してくることのメカニズムについて少し例を挙げて説明したいと思います。こちらがですね、特大剣のモーションの一つですね、下から切り上げる攻撃ですね。このモーションにですね、いろいろシールがたくさん貼ってあるのが見えるかなと思うんですけど、このシールですね、こちらですね、 NS ガードタイミング 4AI っていう、このシールがですね、まあ AI だけが感じ取ることができる攻撃の殺気みたいなものですね。ゲーム画面に描画されるわけではないので、まあ通常の人間は見ることができません。ただし AI さんは常にね、行を使って戦闘しているので、この殺気をね、感知することができるっていう感じですね。この殺気自体は攻撃判定が出るだいたい 3,4 フレーム前あたりから発生しているんですけれども、この殺気をですね、今回ちょっと特別に、皆さんもね、行を使えない人でも見えるようにね、ちょっとしたいと思います。
こちらにねデバッグ用に、そのオーラをね見えるようにするっていう機能があるんで、この状態で一度戦ってみましょうか。それでは今からですね実際に攻撃してみるので、しっかりねオーラを目に集中させてご覧ください。どうだろう、見えただろうか。まあね 3,4 フレームぐらい描画されてるんで普通にね見えると思うんですけど、オレンジ色のカプセルがね攻撃判定が出る直前ぐらいに出てますよね。これがですね先ほど言っていた AI だけが感じ取れるオーラ殺気になってます。この殺気が AI のキャラクターにぶつかると、あ、もうすぐで俺攻撃されるなっていうことが AI 分かってくれるので、まあそこから先ですねどういう行動を取るか、まあガードするのか、それともガードせずにねあえて普通に前にやっていた行動を継続するのか、まあそれ行動自体は AI に任せてるんですけれども、まあとりあえず攻撃がちょっと後に来ますよっていうところはこのオーラがね AI に教えてくれるっていうことになっております。今回ですねガードに関してもう一つ大きな変更を加えました。前回の動画でもねちらっとお話ししたんですけれども、敵にもねジャスガをしてほしいっていうふうに思っていたので、まあ、雑な実装ではあるんですが一律ね 40% の確率でこちらの攻撃をジャスガしてくるっていうふうな実装を加えてみました。こんな感じですね、まあ攻撃方向にね正しくガードを入力すればタイミングも良ければね敵の攻撃を弾き返せるっていうふうなシステムがすでにあるんですけれども、今回はねちょっと雑な実装なんでそういった諸々の要素はもう排除して、どの方向からどんな攻撃が来ても一律 40% でガードっていう形になってます。これをですね将来的にはもうちょっと発展させていってですね、例えば右方向からばっかりずっと攻撃してると、AI がねどんどん反応速度上がってきてジャスがされる確率が上がってくるとか、そういう人間っぽい、ね、反応をもっと入れていけたらなというふうに思っております。あとは槍の攻撃とかね、あの突き攻撃に関しても、まあ、ジャスがされる確率をね上げていこうかなと思っています。まあ、突きに関しては、そもそもね方向属性がセンターなので、ガード側はね方向入力しなくてもタイミングさえ合ってればジャスがしやすいっていう要素がもともとあるので、AI 側も月に関してはジャスガの確率を上げていくっていう処理が必要かなというふうに考えております。あとは双剣などの連続攻撃に関してなんですけれども、これはですね初段だけ方向属性ありにして2段目以降の連続ヒット部分は、まあ、全てセンター方向属性にすることによって連続被弾中にジャスガで割り込みやすいっていうようなゲームバランスにしていこうかなと考えております。最後にキャラクターの旋回に関して変更を加えたのでそちらも共有しておきたいと思います。このゲームにはですね移動モードが2種類ございまして、1つ目がこういった自由移動のモードですね、ともう1つがこういう平行移動モードですね。なんか TPS とかでよくあるような移動システムですね。このうちの自由移動の方ですね、この自由移動モードの時に特定の攻撃のアニメーションをするとこんな感じでですね意図しないキャラクターの旋回が加わってしまうっていうバグがあったんですね。あの前に攻撃したのに攻撃終わったら左向いてるっていうね、これに関して修正を加えましてですね、攻撃アニメーションが始まった時点で向いていた方向をずっと向き続けるように無理やりねアニメーション通知の方からそういう処理を加えて、変なね旋回が起こらないようにバグを修正しましたっていう内容になりますね。まあ、平行移動モードで戦う時とかはねもともと気にならないバグだったんで、まあただ一応ねこの自由移動モードで戦うっていうことももしかしたらあるかもしれないんで、それに備えてね一応修正を加えておいたっていう形ですね。ただ一応このゲーム攻撃方向属性をあの R スティックで入力するっていうねそういう性質があるんで、基本的にはねもう平行移動モードにして、もしくはロックオンをね使用して戦っていくっていうのが望ましい形になるかなと思っております。今回変更を加えた点は、大体以上になりますね。ということでまた次回もね神ゲーム出してアクションゲーム作っていくんで、よかったらチャンネル登録とかしていただけるとありがたいです。 Twitter もやってるんでぜひフォローお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。